ご来場の皆様、12時半より木更津総合高校吹奏楽部の皆さんの演奏が始まりますが、開演に先立ちまして何点かご協力お願いしたい点がございますのでよろしくお願いいたします。まず、熱気あふれる高校生の演奏ですので、大勢の方がこちらの方で、ご覧いただいているかと思うんですが、マスクの着用、それからできる限りのソーシャルディスタンスの方に、努めて演奏の方をご覧いただければというふうに思います。またどうしてもですね、熱気あふれる演奏ですので声援等もですね送りたいという気持ちもあるかと思うんですけれども、なるべく拍手によってのご声援をご協力いただければと思っております。また天候が急変する予報にもなっておりまして、雨等がですね心配されているような状況もございますので、その時にはですねひょっとすると演奏の中断等もあるかもしれません。何分野外での演奏になっておりますので、その点があった場合にはですねご理解の方いただければというふうに思っております。まもなく木更津総合高校の方演奏が始まりますけれども、始まりましたら拍手による声援の方、ご協力よろしくお願いしたいと思います。
年にリリースされ大ヒットした曲で YMCA の4文字を全身で表現した振り付けとなっています。皆さんの中にも踊らずにはいられなかった方もいるのではないでしょうか。次にお送りいたします曲はユーロビートディズニーメドレーです。2000年にリリースされユーロビートのスタイルでリミックスされた様々なディズニーソングが詰め込まれています。キレキレな振り付けにも注目してお聴きください。それではどうぞ。
ただきます曲はエルクンバンチェロです。冒頭からアップテンポのリズムでラテン全開の曲調となっており、聴いたことのある方が多いのではないでしょうか。各パートのソロやソイにも注目してお聴きください。最後までお聴きいただきありがとうございました。それではどうぞ。皆さん、もう少し聞きたくありませんか。はい、もう会場割れんばかりのアンコールのコールが入りましたけれども、よろしいですか。はい、それでは総合高校の皆さん、アンコールが入りましたので、アンコールの方よろしくお願いします。
1986年にフュージョングループ T スケアさんが演奏されていた曲で、今では真島敏夫さんによって吹奏楽アレンジバージョンに編曲されました。聴いている方が高輪島に来ている気分になるような曲です。2曲目にお送りいたします曲は野球応援メドレーです。現在野球部が秋季大会に出場しているので、それに合わせて野球応援メドレーを演奏させていただきます。引き続き野球部の応援よろしくお願いします。それではどうぞ。Thank you.
どうもありがとうございました。アンコールにもお答えいただきました木更津総合高校吹奏楽部の皆さんでした。もう一度盛大な拍手よろしくお願いします。どうもありがとうございました。次の演奏、拓殖大学光陵高等学校吹奏楽部の演奏はこの後、1時半より行いますので、しばらくの間休憩とさせていただきます。よろしくお願いいたします。